江戸城、皇居の北に位置する神楽坂は、江戸時代には多くの武家屋敷が立ち並び、今もその江戸の町張りが残る坂と路地の町です。そのメインストリートである神楽坂通りは、将軍徳川家光が生涯100回以上、老中酒井忠勝の屋敷に通った坂道でもありました。明治以降は下流会を中心に東京でも指折りの繁華街としてにぎわいを見せるとともに、三味線、歌、踊り、そして演芸場や寄席などの芸能が隆盛を極め、そこに吸い寄せられるように尾崎紅葉や夏目漱石など多くの文化人が集まってきました。そして現在、町の姿は変わっても、能楽、三味線音楽、琴など伝統芸能に携わる方が今なおたくさん暮らしています。神楽坂と呼ばれるようになったのは江戸の頃。どこからか神楽の音が聞こえてきたからだとか。陽気でにぎにぎしい芸能の本質が詰まるお神楽。江戸の昔から現在まで、神楽坂はまさに芸能の舞台の街なのです。私、ご案内役を仰せつかりました講談師神田理恵と申します。皆さん、講談ってご存知でしょうか？講談というのは、この尺台という机を、この針扇という道具でもってポンポンと叩きながら、七五調のリズムに乗せて歴史上のお話をまるで見てきたようにお話をする、そんな芸です。さて、今回ご紹介いたしますのは、今年で8回目を迎える神楽坂町舞台大江戸巡り。神社仏閣ストリート、様々なお店など、東京は神楽坂の街中で、数々の日本の伝統芸能に出会えるという、まさに街と人とが一体となった、他では例を見ないお祭りとして大きな注目を集めているのでございます。公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京、そして神楽坂の振興に力を尽くしてきた NPO 法人粋なまちづくりクラブによる共催のもと、地域住民の方々、商店会、地元企業など神楽坂を挙げて共に作り上げていくフェスティバルとしてすっかり定着しております。江戸情緒を残しながらも、まるでパリの街を思わせるような路地や石畳、そして神社仏閣の境内など、日常の街を舞台に、神楽坂にゆかりのあるアーティスト、若手からベテランまで、音楽、話芸、パフォーマンス、伝統芸能の第一線で活躍する方々が大集合。小さなお子様からおじいちゃん、おばあちゃん、そして外国の方々に至るまで、世代や文化を超えて大変な盛り上がりを見せているのでございます。本来ならば2020年本年5月にぎにぎしく取り行われるはずではありましたが、コロナの影響により延期になっておりました。しかし、多くの方々が楽しみにしているこのフェスティバルを、なんとか未来につなぎたいという主催者の皆様、町の皆様の思いを受けて、今年は映像配信という形で、過去の映像も振り返りつつ、日本の伝統芸能の魅力とともに、神楽坂という町の素晴らしさをも改めてご紹介申し上げましょうということに相なりました。というわけで、これより神楽坂町舞台大江戸巡りという一大イベント、そして歴史と文化の町神楽坂を様々な角度から4回に分けてご紹介申し上げることといたします。4回ご覧になれば、あなたも神楽坂の街歩き名人となること、受け合い、どうぞ最後までお楽しみください。
ここはまさに神楽坂の中心にあります毘沙門天全国寺です。新しくなりました JR 飯田橋駅西口を神楽坂をずっと上がりきったところにあります。まあ、せっかくですから参拝させていただきましょう。朱色の本堂がこの神楽坂の街に実に馴染んでいますよね。全国寺は日蓮宗のお寺で、今からおよそ400年前、徳川家康が日本橋馬喰町馬場あたりに創建した後、幾度かの火災を乗り越えて江戸中期の寛政4年、この土地に移転しました。今は山手七福神の一つにも数えられています。ご本尊はおなじみの毘沙門天。江戸時代から神楽坂の毘沙門様として多くの参拝者を集めてにぎわいを見せてきたのは今も変わりません。ご覧ください。境内にはいわゆる狛犬ではなく虎の石像が鎮座しています。虎に縁が深い毘沙門様のお寺ならではですね。それではご住職にお話を伺ってみましょう。私があの When I first came to Kagurazaka 55 years ago, I was impressed by the gentle atmosphere created by the historical features, such as wooden traditional architecture, stone pavement, and traditional black fences. 歴史のある雰囲気のある街だったなと。それが第一印象です。まあ一歩。Moreover, this is not only a street of history, but also a blend of contemporary culture too. There are many foreign residents as well. で、やはり、古くて新しい街っていうかね、新しい息吹も感じるし、外国の方もたくさん近くに住んでいらっしゃいますしね。とても変化があって楽しい街だなという感じですかね。我々普段読んでいる法華経というお経の中にですね。In the Lotus Sutra, there is a phrase saying, always enjoy various theater arts, including dance and music.There is a part where mandala flowers fall from heaven. I am offering this place to be a part of the street stage because the festival's concept seems to match the Buddhism world. とか演奏してるわけですから、そういう徳さんもの世界はそういうことがあるんだったら当然お寺でもそういうことが、あり得るんじゃないかなと。この町のやはりうちは中心にありますので、いろんな形でこのお寺と関わる方が多いんですけれど、まあ、そういうところで演じる人がいて、見る人がいるというのも、まあ徳様の世界にマッチするかなということで、まあ、今回から、まあ、提供しているんですけど。ご住職ありがとうございました。神楽坂町舞台大江戸巡りでは2日間にわたってこの毘沙門天全国寺にイベント本部が置かれ、そして名物コーナーとなりました神楽坂楽座講釈場もございます。その昔人々が集う神社仏閣の境内には講釈場といって小屋掛け、まあ、つまりインスタントなイベント会場が多く作られました。そこで人々に親しまれてきた軍記物語や巷の話題などを調子よく講釈した、まあ、講談はそうして始まったのです。
神楽坂町舞台大江戸巡りでは、この善国寺の境内に昔ながらの講釈場が再現されています。私は講談師ですが、日本には数々の和芸がありまして、聞いてくださった方々の脳裏に様々な絵を描いてきました。この講釈場は講談や浪曲だけでなく、義太夫節、琵琶語りなどの和芸に出会える場所なんです。もちろん私も何度も上がらせてもらいました。いいね、ツッと戻ってまいりました。さあこれで景気型の作戦が一つ外れたことになりますけれども、戻ってまいりました伊予の神義経。ずらりと居並ぶ一同に向かって、さて一同の面々、あれは平家方のいかなる計略であろうかと聞かれましたときに、家来の一人が、我らにあの近江を射る者がおるかおらぬか試してくれようの計略にございましょう。近江の日輪を入れば朝敵となります。したがって近江の要下、一寸ばかりを生きるのがよろしいであろうと言われましたんで、されば楽器楽器と乗り上がりまして、これから台の隣をキリキリキリと引き締まったんだが、ここで唯一の手がピタリと止まって、唯一の眼が曇りました。果たして唯一の運命はいかが相なりますか。この板屋は見事に近江の要下、一寸ばかりを生きることができるのでございましょうか。実を申し上げますと、本講談ここからが実に波乱万丈となるところでございますが、ちょうどおあやちが始まりました。この続きはまた1時間後に申し上げようというところでございますので、またぜひ戻ってきていただきまして、この続きをお聞きいただきたいと思います。Stage. You can get the English paper about Gidayu Bushi, written by me and drawn by her. Let's enjoy. 失礼いたしました。はい、また私が死ぬるのが愛しいお方の手柄になっているかを滅ぼす手だけとはいえ。おおおおおお。おI'm sorry.
我が身世に降る眺めせしまに。ああ桜の花が散ってゆく。の映像をお楽しみいただけましたでしょうか。私は今毘沙門天全国寺を出て大久保通りを渡り、さらに今通称神楽坂通りと呼ばれている早稲田通りをさらに上がっているところです。神社に到着しました。このモダンなお社、新国立競技場の設計でも有名な皆さんよくご存知の隈研吾さんの設計だそうです。ご覧ください。赤城神社には岩筒尾の御事、そして赤城姫の御事という神様が祀られています。鎌倉時代近くの早稲田の地に祀られた神津家の国赤城神社の御分霊が戦国時代にここに移り、江戸時代には幕府より江戸大社の一つとされ牛込総鎮守として信仰を集めたという由緒正しい神社なんです。かつてこの境内には清風亭という貸し席があり、坪内逍遥や島村抱月らが進撃の会合や稽古に利用したそうです。まさに明治の昔から地域の文化活動の拠点だったんですね。歴史と文化の街、神楽坂を擁する新宿区の吉住健一区長にお話を伺ってみましょう。はい、神楽坂は神楽坂 appears in many novels full of culture. I personally like reading historical novels, particularly 池波正太郎 as well as some of modern novels by 夏目漱石。The Iki spirit of Edo depicted in these works is still seen today. Compared to other parts of central Tokyo, I think Kagurazaka is a place where you can feel the splendid atmosphere with dignity. I thank the organizers of this festival for putting together the attractiveness of a Kagurazaka in the Japanese traditional culture. This video series will reach out to domestic as well as international audiences craving for culture fading in most part of Japan. And send them a message like this is where you can experience such culture daily. I hope many of you will enjoy Kagurazaka. 吉住区長ありがとうございました。さて昨年より神楽坂町舞台大江戸巡りでは、この赤城神社の広い境内に特設ステージを設けて神遊びライブというコーナーが始まりました。神様は音楽をはじめとする賑やかなことが大変お好きでいらっしゃいます。赤城神社の神様たちに音楽で和んでいただく、まさにこの場にふさわしいコーナーだと思います。
山良一、尺八道会実況、東根でした。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。騎馬大戦呼吸、そしてあなたともにピアノと一緒まで踊りました。神楽坂町舞台大江戸めぐり2020、毘沙門天全国寺と赤城神社、そしてその境内で開催されるコーナーを中心にお届けいたしました。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。長い歴史とともにこの神楽坂を見守り続けてきたのが毘沙門天全国寺とこの赤城神社だったのです。こんな素敵な場所で伝統芸能と出会える、とても素晴らしいことだと思います。ご案内役は講談師の神田理恵でした。